深掘り福岡県。皆さんこんにちは、岡澤明です。さあこの番組は福岡県のさまざまな取り組みを深く掘って体験してご紹介する、その名も深掘り福岡県。今回の深掘りワードは福岡県タレント発掘事業でございます。福岡県では子どもたちの隠れたスポーツの才能を見つけ育て、自分に合った競技を探して生かす福岡県タレント発掘事業を実施しています。2004年に全国初の取り組みとしてスタートし、これまで数多くの全国大会優勝者やそして国際大会出場者を誕生させています。そこで今回は子どもたちのスポーツの力をどのようにして伸ばしているのか深掘りしてもらいたいと思います。今回のリポーターは宮島くんと坂口くん。深掘り頼んだ。深掘り、こんにちは。こんにちは。僕たち九州大学芸術工学部在学の坂口と宮島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はタレント発掘事業ということで、ここ福岡市博多区東平尾にあるアクシオン福岡にやってまいりました。やってまいりました。イエイイエイ。タレント発掘事業って聞いたけど、はい、アイドルとか芸能人を発掘するっていうこと？子供のスポーツの才能を発掘するって僕は聞いたけど。あ、そうなんだね。それでは行ってみましょう。県内在住の子どもたちで、体力運動能力が高い子たちを発掘してですね、俗に言うスポーツの金の卵を発掘しまして、その子たちを育てて、で、その子たちに合った最適な競技を見つけて、福岡県からトップアスリートを輩出しようという事業になっています。で、この福岡県タレント発掘事業には、見つけるセレクトプログラム、そして育てる能力開発育成プログラム、そして生かすパスウェイプログラム、この3つのプログラムで構築をされています。県内の各地でもですね、体力測定会を行っておりまして、まずそこに参加をしてもらって数値を取るということ、あるいは学校で行っている身体力テスト、その結果をですね、こちらアクションに送ってもらって、はい、そのいずれかで選考しまして、選ばれた子たちを一次選考から二次選考に招待しまして、で二次選考からまた三次選考に招待して発掘するということを行っております。県内の競技団体の皆様方に協力してもらってですね、あらゆる競技を受講生となった子どもたちは経験をします。そしてその競技独自のですね、トレーニングを行って新たな能力を見つける、自分に合った競技を見つけるというようなことを行っております。この授業を巣立っていた修了生が350名おります。で、後ろに掲示してありますけど、修了生350、数多くのですね、実績を残してもらってですね、国際大会出場、あるいは国内大会優勝という輝かしい実績を、かなりのじゃあ実績があるってことですよね。中にはですね、来年開催される東京オリンピックに出場ができるんじゃないかという修了生もおります。すごい。もしよければ今日あの測定の体験も行っていかれませんか？いいんですか？いいんですか？どうぞご案内いたします。ちょっとどんな測定をするのか気になります。お願いします。深掘り準備体操は終わりました。はい、まずは25メートル走を測定します。じゃあ競争ということで、はい、勝負や。4年ぶりぐらいの全力疾走になってますので、はい、頑張ります。坂口いきます。はい、まあ、余裕でしょ、これは。おー、危ない。あそこの枠の中からですね、ドッジボールをこの緑の的をめがけて思いっきり投げる、はい、その球速を測定するという種目になります。坂口、いきます。63、はい、59キロ。宮島、いきます。65キロです。小中学生の頃のスポーツしてた自分になんか思い出しました。そうだね、思い出した感じだね、はい、深掘り。25メートル走ですけども、ちなみにですね、タレントアックス事業の受講生、はい、早い子で3秒台前半で走ってます。
あれボロ負け待ってください結果をしてもらったですね、子どもたちはこの測定の記録をですね、一人一人評価表としてお返しをしてます。あ、本当自分がこう今どれぐらいのレベルかっていうのをそういう測定表でデータとして分かるのは本当いいですよね。この会場で能力開発育成プログラム、はい、今日ウェイトリフティングを受講生が行ってますので、はい、そちらにご案内いたします。お、分かりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。深掘り緊張しますね、ちょっと深掘り。じゃあスナッチっていうのが手幅が少し広めで、まあ、膝もしくはこの床から一気にこう引き上げる種目になります。ここ構えます。そこからほんと上まで上げる、これスナッチ。足の力を使って上げる、足の力を使って上げる、それを意識してやってください。あのフォームを意識してやりたいと思います。線をしっかり持って肩幅ぐらいでね、背中ピンってやって、せーの、おいしょ、上手上手、よし、足を使って OK、 よし、くるがないけんやる、はい、一本また足の力、はい、3、そう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 、フォーム確認がただの体力消耗になってます。すごいでかいのがある。1枚ってことは25キロ。よっしゃ、よっしゃ、足を使って上がればいけそうな気がしますね。確かにこういろんな競技を実際こう体験して、その中から自分に合った競技種目やっていくっていうのは、伸ばしていくっていうのは非常にいいですね。幅が広がります本当に。あとなんか足つく時の音が全然違うね、バーンってしっかりとなんかついてる感じが俺らと違うなと思う。ウェイトリフティングは主にスナッチジャークという2つの競技があるんですが、まあそれは全てあの筋力トレーニング、全身運動なので、子どもたちが今後将来、まあ、ウェイトリフティングをするにあたっても、今やってる専門運動にしたとしても、筋力トレーニングっていうのは必ず必要不可欠になってくるので、子どもたちにとって今のこのプログラムは、今後将来、必ず生かされるのではないかなと思います。深掘り。自分運動能力は今どれぐらいのレベルかを知りたくてオーディションを受けて今受講していて、で今ウェイトリフティングは先生たちが私に合ったスポーツを選んでくれて今受講している感じです。あ、そうなんですね。記録がどんどん伸びていくし、やっぱり自分の体の変化とかも分かりやすいスポーツなので、それが面白いです。やっぱトップクラスの先生から教えてもらったりすることで、その自分が知れてない力とか、その能力とかを知ることができるとかです。自分に合ったプログラムを見つけて、その中でもそのプログラムで見つけた競技でそのインターハイに行ったりとか、そういうことです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。深掘り。各競技団体に、見ていただいて、また評価をしていただいて、その後の、スポーツにつなげていけれるようなプログラムを行っています。その中で過去陸上競技であったり野球などのスポーツを経験している生徒の中から、ウェイトリフティングであったりフェンシングであったり、そのような競技に転向している生徒も多数います。このプログラムを通してさまざまな種目を体験していき、適性のある種目に導いていきながら、夢や感動を与えるようなトップアスリートになってもらうことをゴールとしています。測定会の方は福岡県タレント発掘事業のホームページの方でご覧ください。ぜひ参加をお待ちしています。深掘り。はい、ということで今日はタレント発掘事業を深掘りしてきました。宮島君、今日どうでしたか？小学生、中学生が多いんだけど、すごい挨拶とかそのコメントとかもすごかったし、その礼儀が
すごい正しいっていうのは尊敬するなと思ったね俺は。確かにスポーツマンとしてね。翔平君はどうだった？ウェイトリフティングの方を体験させていただいて、普段あんま馴染みがないじゃないですか。プログラムで早いうちから体験するっていうのはすごくいいことだし、自分に合った正しく選べるっていうのはすごくいいことだなって思いました。ここにいる人たちがね、将来自分の目標に向かってオリンピックに出れるような選手になっていただきたいなと思います。ということで、はい、あきらさん、今回も無事深掘りしてきました。以上、現場から宮島と坂口でした。バイバイ。いやー、面白かったですね。子供たちのスポーツの力を伸ばす取り組みについてよく分かりました。2人ともありがとう。タレントっていう言葉、まあ日本の場合だと、まあこの芸能人、そして有名人だったり、こうそういう人を指す言葉ですけど、本来はこの才能だったり、あとはその人の持っている素質っていうものを指す言葉ですからね。このプログラムを経て、たくさん子供たちには活躍していってほしいなと思いますね。子供たちの隠れた能力を見つける測定会については、県のホームページから見ることができます。ちょっと気になるなという方はぜひ見てみてください。さて、今回は福岡県タレント発掘事業について深掘りすることができました。次回は何を深掘りするのか、お楽しみに。